ロット・スタイガー、七夜は、1964年のアメリカ合衆国のドラマ。監督は、シドニール・ルメット、出演は、ロット・スタイガーとジェラルディン・フィッツ・ジェラルドなど。ナチの強制収容所で妻子を殺されて、以来、人間不信となって心を閉ざしていた男が、絶望から立ち直っていく姿を描いている。原作は、エドワード・ルイス・ウォーラントの同名小説。 1964年6月から7月にかけて開催された第14回ベルリン国際映画祭で主演のスタイガーが男優賞を受賞しているほか2008年にはアメリカ議会図書館に永久保存するアメリカ国立フィルム登録簿に登録されているニューヨークの貧民街で七夜を営むソルナザーマンはドイツのユダヤ人の元大学教授で ナチスのユダヤ人強制収容所で妻子を殺された過去を持つ。今は妻の妹の家族と名に不自由なく暮らしているが心を閉ざしている。モーガン・フリーマンがエキストラで出演している。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのニューヨークエリアにナザーマン・シチアの映画撮影セットがある。ロッテントマトズによれば17件の評論の内高評価は82%に当たる14件で、 平均点は10点満点中8.17点となっている。ワウワウは彼の現在の灰色の日常生活と彼の脳裏に絶えず蘇る過去の忌まわしい記憶を先鋭的な編集技法を駆使して重ね合わせながらエスルメット監督が主人公の絶望的な心の苦しみと孤独を鮮烈に表現。主演があるスタイガーの白身の苦悩演技や 撮影ビーカウフマンのモノクロ撮影も秀逸。と評価している。ありがとうございます。